こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。今回は、なんだこれ、1.943、コウモリ昆虫超。Don't think, Ethan. Give me the first idea that pops 思 into い your 浮かん head. だ最初のイメージを教えて。コウモリかな。コウモリが飛んでいくシーンっぽい、ね。A bat. A bat. 続いて、ネズミ、A 尻 rat. 尾が長い A rat's head. ネズミの頭だ。それから、顔、刃物、カニ、カニだよね。A crab. うん、クラブ。で、それから、死神。Death. うん、あの、釜が死神っぽいね。まあ、リュウク。Death. リュウクじゃないけどさ。で、どう、何、これ、精神科かなんか受けてんのかな？なんかちょっと、あの、右のあの、すごい赤くなってるのが、ダメ、終わってる？これ E さんだよね。だから E さんがさっきその、あ、さっきてか、なんだろう、パートで、I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. ただ君の精神 However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead.でもやっぱそうなんですよ。He'd still be alive if I'd been looking out for him. 言っちゃうんだよね。僕はもっとそう。It was an accident. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. 何これ？羽？ How is Sean? Sean はどうしてる？今のなんだった？そうだね。距離が。He's a very solitary kid, you know, very focused within himself. そうなんだよね。He's really close to his mother. With me, he's more distant. And what about you, Ethan? What do you feel? I stopped living at the same time Jason did. And that car ran into us. Is there something else you wanted to tell me, Ethan?これあれだね、パート2かなんかの、意識。No. いや、あ、ちょっと喋りたかった。けど喋れない。That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. 頭につけてるのなんだろう。脳波を測定する。You were lucky, Ethan. It's very rare to survive such a traumatic accident. いや、それ言っちゃダメだって。絶対それ言っちゃダメ。I don't exactly feel lucky, Doctor. ほら。子供がさ、目の前どころかさ、腕の中で死んでんだぜ。そんなことを言ってラッキーってさ、これ以上何望むのよって話を。自分が死んだら自分の人生終わりでそれでいったらいいけどさ、なんか悩みはないか？ Is something the matter, Sean? どうしたんでしょう？ No, I'm alright. 何でもない。目がいっちゃってるな。じゃあ遊ぼうか。Aren't you gonna go play with the other kids? そういう質問だったの？ I don't feel like it. あ、もうだってこんなどんよりしたさ流れさ、じゃあおやつでも食う？ Do you want to eat something? 何か食べる？何も食べない？じゃあ立ち上がろうかな。じゃあパパちょっと一人でシーソーしてくるわ。うん、シーソー行く。I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? どうやってるね。Yeah! や、あ、やるんだ。いいね。おいで。やろやろ。よし。お、なんか面白い生き方をしたけど。ちょっと待って、ちょっと。はい、乗る。ほい。Come on, Dad! はぁ、もうなんか辛いです。I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah! Why is this game so heavy? Come on, Dad! Make me fly! Okay, いいよ。うる。
本当に飛んでいっていいのかい？なんかどっちかというとパパトロッコ乗ってる気分だぜ。何歳だろう？10歳。小学だったらさすがにもっと楽しくないかな。だから、ね、中学生くらいに乗ったのが最後だったと思うんだけど、あのやっぱね、あるところがあの大きくなってくるんで、あのね、あの本気でね、あの中学生男子同士でやった時にお互いに悶絶するっていう記憶があった。OK。He seems to be having fun. It's been a long time since I've seen that smile. What about that merry-go-round? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great! ことなんだけど、まあ、間違った使い方をしてるときにさ、こう、Go on, Dad! As fast as you can! 音の方が僕は問題なんじゃないかなと思う。だって子供なんてさ、ただ正しい使い方じゃないじゃん、何かって。だって、ブックとかさ、そういうなんか表とか載ってるわけじゃないから。だから、そうしたらいけないよっていう、その一瞬目を離しているっていうことが、やっぱね、その子供があってもさ、ユーブを静止するなよって話だよね。Whoa! Good training for astronauts, though. NASA 行こうぜ、将来。いいね。ああ、たまらん。これ幸せ。絶対幸せ。間違いない。パート1の時に、ジェイソンとあのショーンがさ、あの両腕に捕まってさ、でパパがうわーって打ち上げたシーンあるじゃないですか。あれで、I'd like a packet of strawberry flavored chewies, please. あ、よ。Thanks. Hey, I got you some chewies. I hate strawberry. Hey, Ichigo 嫌いだった。マジか。Thanks. It was nice of you anyway. ありがとう。あ、ちゃっかりもらってるんだ、ちゃんと。どうしよう。じゃあブランコでも乗る？ブランコでアクロバットのさ、前見て歩こう。ブランコ、ブランコ。パパ一人で。You wanna go play on the swing? あ、押してあげるよ。I'll push you.Okay. もういい。ああ、来るか。遊ぶことに関しては積極的じゃない。お、すげえ。かわいい。走ってきてくれた。OK。押してあげよう。よし。あ、もう押しっぱなしで。OK。待って、空に飛ぶくらい。押してあげよう。と。離す。あれ。下手くそ、パパの下手くそ。You're not pushing dad。押してくれないの？それはそうなるよね。ごめん。ちょっと待って、あのね、難しいんだ。パパはね、あの、とある人間にね、あの、操作をコントロールされてるから、難しいんだよ。おい。Come on, dad! OK、いいよ、パパ、もっと。じゃあ一周するくらい押してあげようか。うりゃー。懐かしいなブランコとか子供とか乗ったらね、いやマジでもう飽きたっていうのを押してあげたいよね、背中とかね。できるとやっぱりこう自分ができることの活動制限とかって出るのは当たり前なんだけど、でもやっぱり自分が今までやらなかったこととか辿ってきたこととかで、なんかね、こうなんかね、あ、こんなことですれば楽しかったなっていうのも思い出してくれそうな気がして、すごい楽しい。さすがに赤ちゃんの頃なんて、今まだ赤ちゃんなんだけど、さすがに赤ちゃんの時どんなこと楽しかったかっていうのは全然わからないからね。ということで、じゃあそろそろ帰る？帰ろうか？あ、ちょっと待ってね。あれ？帰るってあれが消えた。あれ？帰るが消えた。あれ？帰るんじゃなかった？ちょっと待って。あれ？帰るがないよ。あー、いた。ショーン、帰るか。雨が降りそうだから。Looks like rain's coming. I think we better go. もう帰ろう。Okay. あー、めっちゃテンション下がってる。You know, sometimes I remember before. I mean, when Jason was still here.Sometimes I wish everything could just be the way it was before.
ちょっと待って、きつい。Me too, Sean. Me too. そうだよな、そりゃそうだよな。Come on, Dad, why are you... Me too, Sean. Me too. ということで、またショーンの辛い一言をね、聞かされているという状況でございますが、とりあえず、ショーン、君についていくよ。普通は、パパについてこいって言うべきなんだけどね。特に、パパが言えることは何もないってか、このカメラワーク難しいな。カメラワークなんかできることないのかな。どうした？Hey Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? もちろんもちろん。Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. チケット買ってくるよ。チケットはどこで買ったらいい？ああ、お兄さん、チケット1枚。ください。おっちゃんだったね。One please. That's a dollar.1ドルで乗せてくれるんだって。普通の公園にあるんだ。すごいね、アメリカって。アメリカで合ってるよね、これ。アメリカじゃない。行っといで。ああ、いいね。こんなね、身近に公園があってさ、こんなさ、メリーゴーランドがあるんだったら、もう子供が望むんだったら、いくらでも乗せてあげるよ。ただし財布に限りがあるけど。またなんかちょっと思い出すのかな。さっきのね、精神科医のところでね、ちょっと何か話そうかと思って選択肢待ってたら、デトロイトの時と違って、デトロイトと比較してばっかりだけど、なんかその選ぶまでの制限時間っていうのがさ、例えばバイオ3のさ、あのライブセレクション。どうかも。完全に今マウスから手離してたもん。やばい、これ油断ならないな。聞かれたんじゃないの。疲れてない大丈夫。ちょっと待って、ここどこ。待ってよ、またさ、その気づいて現実世界に戻って気づいたらさ、ショーンがいなくなってるとかじゃないの。ジェイソンの時もそうだったよ。ええ、ちょっと待って、シャーン、なんで操作できんの。何してんの、何してんの。えなんで？どういう状況？え、メリーゴーランド乗ってました。ショーンのカバンがある。待って、また急展開？ちょっと待って、このゲームさ、その互換性がないっていうかさ、なんでそうなったのっていうワンシーンが全然描かれてないから、もう不可解すぎて、放り出すんかよ。ショーンのカバンは？ショーンのカバン持ってかないの？まあいいや。ええー、父親ね。His backpack's still here, but where's? カバンがまだ持ってない。でもショーンは、そりゃそうだよ、ね。え？さっきのそのなんか回想しかできないところとどう違いがあるの？ショーンは？Sean。Sean、I've got to find him。とりあえず自分の部屋。なんで急に TPS？ なんで急に急ちょっと待って、めっちゃ操作しにくい。行き過ぎ。急な TPS やもんな。部屋にいない。明かりだけついてる。ちょっと待って、本当にショーンどこよ。あの折り紙殺人事件とさ、そのなんか関連性があるとかだったら最悪なんだけど、子供2人も失うってさ。いや、もうこれいざ知る。は？なんで持ってんの。グレイス、お前はどこに行ったんや。どういう状況。これでこのパート終わり。すげえ不完全燃焼だ。新しいボーナス解除。あれ、またこれちょっと違うシーン。全然なるほどにならないわ。まあ、じゃあちょっと一旦区切りのいい違うキャラのシーンが出てきたということなんで、チャプター終了ということで、全然理解が追いつかないね。あの瞬間でショーンに何があった。そしてイーサン何してんの。グレイスこそ何してんのって話なんだけど。まあ、一旦ここでこのパート区切りたいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。